10時です。あっぱれやってます。どうも、ケンドコバチです。どうも、柏木由紀です。どうも、加計美和子です。どうも、パンサムカイです。どうも、ノンソリニューです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。毎週月曜日から木曜まで様々なジャンルのメンバーが基準分にあたってアップレの内容でお届けしますということでね。はい、はい。さあ、西川さんがちょっとレコーディングで来れないということで、あら、うん、残念、お休みということになってしまいました。残念です。残念だな。いい歌を今撮ってるんでしょうね。確かにそうですよね、いい歌を撮ってるんでしょう、ね、うん、そうです。それのためだったらしょうがないしね、うん、今日なんか女性陣があれですけど、なんかピアノの発表会でもあったんですか2人してきちんと着るんですね。ドレッシーな大島さんはちょっとレースのシャツレースのピンクのちょっと袖がポワンと膨らんだよね。確かに、こわかくさ物語みたいな、これダスティーピンク、ダスティーピンク、汚ねピンク、私の好きなダスティーって、そうでしょ、井上さんもダスティーピンク、俺もダスティーピンク、ダスティーってなんかそう、ゴミみたいなっていう意味を、直訳したらくすんだみたいなものですか、ゴミみたいなピンク着てね、ゴミピンク、加計さんはジャイコのコスプレ、何帽子もね、ベレー帽子も相まってね、クリスチーネ、クリスチーネゴーダーみたいな、いや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 、これおしゃれですよ、買おうと思った、あ、本当に、よかった、結構ね、これね、着てる人に合うんだよね、ね、可愛い、流行りのブランドなんですか、じゃあ、あのザラです、ザラの、おお、ザラの刺繍シリーズ、ザラザラのやつね、そんなに急に古臭いタイプのボケ、ザラって世界中あるもんね。そうですね。安いですよ。安いな、安いな、安い。なんか。いわゆるファストファッション。ではないと思うけど、ファストファッションよりはちょっと。誰やねん、お前。私です。ファッション、ファッション、ファッション。ドン・コニスさんとかだわ。語ってええことやけど。で、ファストファッションではないってますよ、ザラは。なんかでも、ちゃんとした服が、まあまあ安く買えるみたいな。そうそうそう。でも、ファストファッションではない。ではないのかな。中間ぐらい。中間ぐらいですね。中間。中間。井上さんも、だから本当ダスティーピンクですよね。でも確かに言われてみたら。しかも、あの、流行りのヒョウ柄が入ってる。うわ、本当だ、かわいい。ダスティーミッキーが。それは違いますよ。それはダメですよ、多分。ヒョウ柄が流行りなの。流行ってますね。アニマルトレンド抑えてるんですね、じゃあやっぱり。自然と。いや、俺はもうミッキーマウスが好きなだけ。あ、そしたらたまたまそうだったっていう。そうそうそう。ダスティーピンクにヒョウ柄やったわけ。あ、すごい。たまたまです、ほんと。ピンク色とこの。もう一回は何その韓国人アイドルみたいな格好してる。いや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 。そうですか。僕そんな感じしますよ。確かに。あ、ほんとですか。いや、確かにでもたまたま上の服、あの、韓国ロケに3日前に行った時に買った服なんですよ。確かに韓国で。すごい。どうやった？韓国ロケ行く前にさ、ずっとね、ちょっとあの、この前の公開放送あったじゃないですか、あっぱれの。はい。時にみんなで競馬やってから、ギャンブル欲が止まらんと。確かに。はい。ほんで、韓国行ったらギャンブルすんねんみたいなしてたやん。まあだからカジノ、ありますから。ソウル？プサンです。あ、プサンもあるね。はい。プサン、セブンラックか。プサンあって、で、グランドオープンだったんです。たまたま僕らが行った時に、一個のカジノ場が。そこに行って。どうやったん？なんちゅうカジノ？なんウォーカーヒルではないの？はい。ウォーカーヒルじゃない？じゃないですね。ロッテの、ホテルの中にある、社長が逮捕されるかされないかのロッテの。微妙なお話があったんですけど、そこの中にあるカジノだったんですけど。まあ。ホテルカジノか。はい。勝った！カッチカチにやられました。やられた！まあ今回は。はい。奥さんは勝てないね。カッチカチってどれぐらい？まあでも、このもんカチカチにカチカチにこんなもんやられたな。とりあえずこんなもんす、もう止まんなくて、お前アップレの時に競馬買った結構なもん買ったよ、そんなもんじゃない、全然なくなったよ、もう本当にずっと涙目でロケ、ちゃうわな、いやもう勝負、もう初めてこんなやったんで、僕やったやった、何やったの、ブラックジャックっす。ああ、ジャックね。ジャックやってて、で、横に、日本人の。ラッキーよね、それは。おばあちゃんが座ったんですよ。横日本人ラッキーよ。そうなんですか、中央には怖いから。ああ、まあね。
俺が勝負でとか、なんで勝負でんねんみたいなことをずっと言ってる。そうそうなんですよ。やっぱルールがあるね、みたいで。その中でも。でも、この横の人が、まあ、すごい、その、月に、話聞いたら半分以上韓国に来てるらしいんですけど、日本から。もうダメよ、私、みたいな。毎月1200万負けちゃうから。うわっていう、おばあちゃん。おばあちゃん。大金持ちや。もう何してるかも全くわかんないんですけど。すごい。もう100万ぐらい本当くれるんじゃないかなっていうぐらいの。ね、そのおばあちゃんの、その股間舐めるバイトしたら100万ぐらい。あるんですか、それ。あるんですか乗ってます、タウンワークとかにそのバイト。直接交渉して。それす、くれるんやったらもう、するな。まあまあ、する。100万くれるんやったら。いや、まあまあ、でも。何分かにもよるけど。まあ30分以内とするな。ああ、全然します、全然します。全然します。100万くれるんでしょ ?100 万稼ぐって相当大変よ。だって。いや、その、ええみたいな顔を女子陣がしてるけど、100万円くれんねんで。いや、でも、ないんですか、その気持ち。なんか、持ってる。プライドとかないんですか。いや、それは柏木さんがもう幹部クラスのそのね。あんな幹部やめてください。それはもう、柏木幹部。本当にファンがだんだん信じてきてるから。100万なんて、私がさっと出ていて、ひらっと手上げたら100万でしょ。わけないじゃん。勘弁してください。そんなことないですけど。そうか、カッチカチ。まあ、そうですね。こればっかりは。仕方ない。仕方ないです。これ、柏木さんも家、実家帰って聞いてみなさい。お父さん、100万稼ぐやったら天ぷら何個あげなあかん、言うて。膨大な量言う。とんでもないと思いますよ。確かに。それが30分でもらえるのよ。いや、でもしないでほしい。いや、絶対お父さんも俺らと同じこと言うって、30分以内で100万やったら、まあ、そらな。それ聞きたくないですね。聞きたくないですよ。ええなぁ、何の番組それ。名古屋でやってる番組なんですけど。お前なんか地方で結構美味しい番組やるという。ずるいよ、お前芸人のちょっと一段上がったみたいな。ずるいねお前。いや、仙台で確かに。めちゃくちゃ上がった人のやることや、それ。いや、違う。地方で好きな番組泊まりでやるみたいな。腹立つ！いや、違う、俺も、キー局で戦いたいっすよ。お前らとトータルテンボスだけや、お前。確かに。地方で楽しい番組。腹立つよ！いや、違う、俺らもやりたいっすけど、たまたまその地方のやつがこう、残ってで、残っちゃってるんですよ。まあ、わかる。でも、はい、パンサーはわかる。はい。多分、向井のこと好きな AP の女とかおんねやろなって思う。いるでしょ。絶対。いや、そんな、色恋で仕事取ってる。色恋までいかへんけど、はい、まあ、なんか、まあ、行儀もいいし、はい、幸いパンサーも人気あるし、はい、うちでやれたらいいなって思ってる、AP の女、山ほどおると思う。なんで AP の女、そんな力持ってる。第一ボタン外した AP の女。シャツでね。そういう人が。ファイトスカート。で、ちょっとふっくらしてんねんけど、なんか色気あるなと思って。今、シャツから。いますよ、なんか。パッと誰か浮かびますよ、なんかそんな。なんか色気あんねん、なんか。います。あ、その人にきちゃ気に入られていただいてるのもあるかもしれない。今後いけると思う、バンさん。まあ、それはもうノンスタイル井上には絶対ないことやん。いや、でも僕も意外にその、やっぱり性の部分をくすぐるタイプ。お前、だからそれやめろって言うてるやろ。ね。あー出た。そうだった。もう受け入れろや、そこは。なんでやねんで、そういうことを。いや、待ってください。僕結構モテますよっていう。悪い時のリットン藤原さんみたいになってるよ。いや、僕、タレ書いてますよ。いや、もうちゃうやん。いや、そんなことは言ってませんよ、俺は。まあ、自分と、今日の野球はどこのポジションとか考えてやるよ。まあ、僕、今のこのポジションで頑張ります。いや、違う、全然ちゃうやん、だから。やっぱ、毎回ここはやっぱ。いや、悔しいんか、なんかその、本番上モテへんみたいにされることとか。いや、全然悔しいのかな、ないですよ。やめよ。ちゃんとね、外から聞こえてきた時にようやくなんか、ええ感じや、それ。いや、アーミーって実は井上モテるんですよ。他の人が言うな、これ話題の入り口になるよ。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。こう見えて僕もちょっと性的な気がする。何でやねん、長年そのスタイルで戦いすぎて。染みついてるの。野球や。
そうですね。だからお笑いは長年そっちのポジションやね。サッカーか、サッカーの方が分かりやすいか。お前バスケやな。どっちでもいい。バスケでもあるやろ。あります、ポジション。俺もありました、ポジション。だからフェイント効くっていう。ありました、ありました。普段徹してるからこそ。確かにね。ルカワと仙道の時のね、ワンワンもそうでした。そう。だからフェイント効くわけや、そいつが中に入り込んでいく時に。はいはいはい。普段その動き徹底してるから。普段だからそのポジションでやってないからな。やれや。監督がもう言ってんす。そのポジションでやれと。やります。やっぱあっぱれ、今あるわけですね、じゃあポジショニング。あるよ。俺だって全然そんな気持ちないのにスケベなこと言ってる時あんねんから。そうないですよ。あるよ。いや、別に言わなくてもいい、もういいですよ。いや、でも選択肢が3つあって、あ、これが一番ウケるなっていうのを選ぶのが俺の仕事や。まあまあ確かにね。な？で、俺もそうですよ、だから。俺選択肢があって、受けるなって言われてたんですから。やばいやばいやばい。決定力もないくせしやばい。決定力持ってかないで、それは。それはもう言われても、もう、レベルの話ですから、そこ。まだまだ、ここから聞くと思います。おい。ちゃんとせよ、お前。監督、これはもう、決定しません、ポジション。皆さん、女性陣もそうってことですね、じゃあ、ポジショニングが。そう。そう。あるってことなんですね、やっぱりこの。柏木さんやっぱ恋愛禁止で絶対的呪縛があるから、わかる呪縛。呪いで縛られてるって感じ。めっちゃ縛られてる。怖い言葉。それが、一個乗っかっているのに、なんかちょっと、あれちょっと今のおかしいないっていうことを口滑らせ役。ああ、めっちゃ、そうなんや、なるほど。いいポジションですね、それは大事。でも、でも防御に回ったら絶対に、弁護できるやつ。違う。あ、確かに。でね、そのポジション。ね、禁止ですからって一言で。そう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 。わかりやすい。わかりやすい。私のポジションや。わあ、なるほど。え？影さん。うん。影さんは、だから、もう好きなにやってんや。えへへへ。そうなんだ。だからもう言うたら、いわきみたいな。ドカ弁で言うと。好きに動いてくれた方が得点の、ね、出ることがあるから。自由な方が縛られるよ。そうそうそう。逆に呪縛がない方がいいんですね。そうそう。お前はちゃんと呪縛やれ。呪縛やれ。初めて。道歩いたら持てないとか言うのは、まず一回受け止めろ。いや、それを、そうじゃない、俺は持てるんですよっていうポジションで、この5、6年やる。おもんないねん、それ。やめろよ、やめろ、これで買い方できたんや。一回受け入れろ、お前。ちょっとじゃあ、受け入れポジションのラジオの方では。愛ですよ。いや、そうですね。これは本当身になる。愛の怒り。いや、やってた時もありましたよ、ちゃんと。いや、誰が何ですか、みたいなこともやってましたよ、昔は。いや、その時よかったよ。ああ、なるほど。いろんな流れで、そういうポジションじゃないところで戦うのが長く続いた結果、こういうふうに育ちました、小林さん。まあ、だから、もう5年遡ってやり直せって言って。こういうキャラをやる前から。そうそうそう。そうですね。5年前のプレイスタイル。バットン、プレーンなツッコミをしてた頃の。そうそうそう。そうですね。うん。考えますだから、お前の切り込んでいくのが効いたわけ。ナルシストキャラとか。はいはいはい。すごい、すごい、ちゃんとした。どうしよう、井上さんが、いきなり、その、なんかいいやり始めたらちょっと待って私たちどうしたらいいのか。いや、いいだろう、ちゃんと監督の指示。もともと僕はそういうツッコミですよ。もともとはね。確かに。そうそうそう。M1 撮った後とかもそうですし。ちゃんとしたツッコミっていう。いろんな時代の流れに合わせて今みたいに持っていってるだけで。もともとはもうプレーンな方ですから。確かに。うん。の。はい。で、筧さんとかからの印象からしたら、もう今の井上さんが多分。そうですね、通常。もう。確かに。もともとそういう人と思ってた。全然、プライベートで普通にご飯食べたら、そんな、一切言わへん、俺。へぇでも、このテレビから戦い抜くために、今みたいな形に。そのポジションで長いこと戦ってきたんや。今のやね。あれ、あの、どこだろう。今のどこだろう。プライベートでご飯食べることに関しては、全然、わりかしいいやつですよ、みたいなの言うな、お前。いや、でも、ええやつなんすよ、言うな、お前。俺、すげえいいやつ。人だから言われるまで待て。ああ、なるほど。いや、でも、ここのメンバーにプライベートで飯食う人おらへんから。いや、違う、なんかあった時に、いや、こう言ってますけど、井上ちゃんとしてるんですよ、みたいなね。ないっすか、今のところ、耳に入ってくることは。今のところないんや。ほなもう無理ちゃう。今んとこないんやったら、ほなもう無理ちゃいます。出てくるまで待て言うてんねん。結構それで、生きてきてんけどなまだ、まだ耳入ってない。待つんや。待つ、待つ。待つんや。船つるんと一緒や。まあ確かに。確かに俺、小林さんもね、旗から入ってきた情報で、意外に恋に奥手らしいでとか入ってきたもん。そうやろ自分で言わないですもんね。待って一切言わへんや。俺、恋に。
奥手なんです、うん、聞いたことない。言わないです。あるなんかたまたま噂話みたいな、はい、ある女優さんとご飯を普通に飯食いに行ったんで、はいはい、俺とかやってチャンスやと思ってガッツくやん、はい、ガッツきますね、なんか付き合いたいとか、うん、すごいビビってほとんど喋ってなかったっつって、ほらな、人から出てくるの、これ、うんうん、こういう話は。まあ確かに、うん、じゃあ待ちますね。待て、そうか、はい、自分で言っちゃいけないってことですね。待つですね。出てくるまで待つって、うん、じゃあちょっと黙ってきます。ちょっとみんなちょっと黙ろう。みんな黙ったら、これ何ですか、みんな黙ったら本当放送事故になりますから。みんな黙ろう。ラジオって何秒黙ったら事故でしたっけ。10とかですか。いやだからもう石原さんがうっすら BGM 流したらええねんこれ。あ、音さえ流れてる、そうそう、無音じゃなければ事故じゃないのに。でも石原さんもライブに行きたい気持ちで頭いっぱい。すごい、ライブ行きたい気持ちで、ラジオに行きたい気持ちで、言うな言っちゃダメな、まだ分かってないな、喜ぶから、いじってくださいで来てきてんねん、うん、いやそれ分かってますけど、いやそれはだから俺らとかにじゃないですよ、小林さんにいじってほしくて金手来てるから、はいはい、うん、毎回なんか面白い T シャツ着てますもんね、うんうん、確かに、そうそう、で小林さんが入る前にもね、はい、こうブースの中入って台本とか書き換えたりとか、はい、小林さんに言っても多分機械やろか最初に書いとくとか、ね、あんなんもうその、うん、あっちゃって入ってくるやつと一緒やん、腕痛いなんてどうしよう、喧嘩してみたいな、一緒やん、まあ、それ振ってるんだ、そう、ライブ行きたいっていう T シャツ着て、うん、うろうろわざとうろうろしてみたいな、うろうろ、でもだからそれは言ってあげた方がいいんじゃないですか、やっぱり、ね、もう本来言ってあげた方がええんやろうけど、うん、もう俺も付き合い長いからだるいねん、うん、もう何やねんその何やねんその T シャツっていうの、俺何回言ってきてんの、うん、まあ今までいっぱいあったんですね、あったあったあった、まだ僕ら半年ちょっとで、まだ新鮮味はあるけど、ね、昔からあんのよこれ、かまってほしかったら変な T シャツ、変な T シャツ着てくんのよ、あ本当にそうなんだ、何年ですか付き合いは小林さん、いやそれ10年じゃ聞かないよ、あーすげえですね、うん、昔は一緒に旅行も行ったりしてたよ、そうなんですか、でも旅行行ったら怖いからもう行かんことにしてんけど、怖い、え、喧嘩するんですか、いや俺には別にそんなないんだけど、もう最悪の、ハンドル握った性格変わるっていう、もうコントみたいに変わる、人変わるタイプなんだ、めっちゃ優しそうなのに、スピード強っすか、スピード強というか、なんか渋滞しても、何渋滞しろこいつらボケどけとか言う、全然言いそうにないっすよ、言うねん、仏の顔して、全然ハンドル握ったらやばいね、一番やばい、左折かよ、ほんなら先からやっとけよお前、怖い怖い怖い、え、怖っ、じゃあ向こうの D 宅の声が聞こえてないだけであっちでは文句言ってる可能性あるってことですか、いやハンドル握ってないから多分大丈夫だと思うあ、そうか、あそこにハンドルあったらもう終わりですね、うん、人変わるんだ、人変わる、おるやん、おるって言われるやん、あの人、うわ怖っ、意外やな、全然想像できないですね、怖いもう言うてるだけやで、それも社内やから伝わりもしないや、うん、何のために言うてんねんって思うの俺なんか、あでもそれ分かります、ボケやこいつら、うん、チンタラシ走れやがって俺もあのハンドル握ってその暴言吐く人は、うん、本当に意味分かんないですよね、うん、相手に届かないセリフをね、うん、ブツブツ言うてるわけよ、うん、はい、すげえ頭抱えてる、うんでも身に覚えはあるってことですもんね、まあそれはせ、その当時やってた番組でそれの特集したことあったぐらいかな、そうなんや、ね、今もガム噛みながらで最後証言もらいましょうって出てきた時ドンズベリしたんや俺30分台無しになったことあるんですよ、うん、ハンドルは握らせないですね、ハンドルは握らせない、いろんな過去が確かにあるんですね、普段優しそうな人ほどそんなんなるもんな、あと怖い話得意や、あ、そうなんですか、うん、うまいんですか、いや、あの、調べ、よく調べてる、よく過去の新聞記事とか調べたりする、リアルの方、本当の怖い話、本当の怖い話、あすごい、一番嫌や、めっちゃ聞きたい、あの話は良かったです石原さん、この人は、あら、レコーディングをやってたよ、あら終わったんすか、なんとかギリギリ、うわーよかった、よかったです、よかった、すいません、すいません、よく来てくれましたね、俺なんか帰ってたな、いやそうやろと思うんだけど、いやでもとはいえね、せっかくなので、あらよかった、何時間歌ってきたんですか、いや歌ってる、あのプロデュースものの方
あのアニメの方のね、アイドルの方の曲を2曲差し上げる作業をしていたので、すげえな、本当すみません、いいですね、すみません、なんか大変ですよね。とかって下でもあってた西川さんのファンも報われるやろな。いやそうそうね、あの今温帯低気圧でな、すげえ、あのすごい雨と風やから、そのとこ一サブとこで、そうそう、なんか韓国の方がすごかったんやってね。ないことになってて、やっと今温帯低気圧になったとか。向こう大丈夫だったの？俺の時全然大丈夫でした。俺の時は全然大丈夫でした。行ってた？僕4日、5日ぐらい前に行ってたんですけど。あ、そうなんだ。はい。その時は全然大丈夫でした。だってすごかったよ、なんかニュースとかで見てたやつは。あ、そうなんですか。うん。波とかもそうやし、車もだからもう、なんか、あの、押し上げられて。そう。4日以上経ってた。怖いわ、台風。ねえ。台風だけはね、そうなんですよ、ね、うちもねだってそのこの時期、まあ、あの皆さんが雨だけであればねまだなんとかみんなで持ちこたえてたんですけど、雷がね、稲妻ね、そう稲妻、稲妻言うてるの、そうもうほんまに稲妻言うてて稲妻でやめたんですよね、今やからもうちょっと経ったからまだ多少ちょっとなんかニヤッとはできますけど、もう笑われへんぐらいやったんでね、もう大変でした本当に、いやいや大変でございましたけど、ご心配おかけしましてすいません本当に、ね、日が逆やったらね、あれ何が初日やったやれたんでしょ、そう1日目はね、うん、1日目はできて、中止が日逆やったらねよかったですね、もうあまあまあちょっと1日でもねずれてればね、うん、いやじゃあ初日でハリウッドザコショウが大滑りしたって聞いたんでそこはでもすげえあったかいお客さんじゃないですか、うちはもう全然、うん、そこは、うん、そこはそんな、うん、そんなみんなでも、うん、なかなか久々に万人クラスで滑ったよって言ってましたそうね、うん、やっぱね、ちょっと2万、2万とかね、うん、2万5千いつもやってるちょっと物前でしょ、誇張しすぎた系のをやられたでしょ、おそらく、まあ、何をやったか聞いてへんけどね、うん、面白いのに、うん、現場はどんな感じだったんですか、まあ雰囲気はねやっぱりこうなんていうかな、めちゃくちゃ言葉選んでますね、そのなんかこうみんなね本当にやっぱりこう音楽と笑いのっていうところで楽しんでいこうっていう中でさ、なかなかこういやー万人クラスで滑っちゃった全然反省しとれへんからいやーむかつくないやいや、まあ、まあでもね、いやいや全然その気持ちで来てもらえればね、でも、うん、そのやっぱ前のアーティストの方が、はい、信じれんぐらい盛り上がった後に芸人出る時とかしんどいもん、ああそうそうそう、まあこれ知らないですけど、まあね確かに、ね、俺一回出させてもらった時はゴールデンボンバーの後やって、うわ、はい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 、めちゃくちゃ盛り上がりますね、パフォーマンス面白いに、はいはい、わーって盛り上がった後に出るんだ時はやっぱ最初の何分かやっぱりこの見てもらうまでに時間かかるのはありますよね、なるほど、なるほどね、でもなんか、まあ、ね派手さも違いますね、そうそうそう、そうね、もうちょこんとあんなでっかいところに、そうね、そうね、シチュエーション的になかなかね、とはいえでもだから大体みんなでもすごいこう何やってもみんな楽しんでくれてるんで、はい、まあ、なかなかほらフェスでさ大概こう音を出した後ってまあ次のアーティストまで転換があったりするので、うん、そういうタイミングってほら例えば、うん、アイドルのみんなとかだと、そういうこう、楽器乗ってるだからライザーとかを全部こう横にはけてスペース作るとか、逆に楽器出すときはもうライザー出してきてみんなで音出しのチェックとかする間を、ただ待ってるだけなのもつまらないので我々に来てもらうっていう感じだったんですけど、そうなんですよ。いやー、なかなか久々に万人クラスで滑ったよ。あいつ全然何にも考えてないんだよ、いつもあれたちは。万人クラスって。万人クラス。でもあれ楽屋で会った時表情なかったで、ね、あ、そうですか、裏で見た時一瞬表情なかった、いやいや、でもまたね、万人クラス滑るの嫌やな、ぜひぜひまたちょっとね、みんなにも来てもらいたいな、行きたいです、ぜひいますよ、お前行きたいですって 何すんの、え、見に行きたいです、あ、出る方じゃなくて、はい、それでも行けや、そう行けるやん、あ、そういうつもりです、今のたまに仕方は出る側で、そう、みんな来てねみたいな、漫才も出てくれてるし、俺もネット漫才やったよ、そうだからなんかあんのかなと思って舞台上でその水着でこう歩くみたいな、父出すぐらいしかない、なんかみんな見に来てねっていう意味かと思います、いやいや、だからほら、柏木さんの AKB で来てくれたりとか。ああ、そういうことですね。なんか、CD とか出さへんの？いやー。一曲で歌あればいいわけでしょ？もちろん、まあ、ほら、うん、それ、そういう意味では、いきなり大きなところもありますけど、うん、うち、大中小とあって、ね、中のステージとかは。フェスですからね。そうそうそう。あ、本当ですか。もうだから、今年とかは篠崎愛ちゃんとか、この、ほら、MBS のつながりで言うと。カラオケダメですか？いや、だから。柏木さん。
そうやな。カラオケ店な。今日、オンエアの初主演ドラマでアイドル役やってるんですよ。それで初めて歌いました。え、じゃあ持ち曲があるってことですか。それと三輪明宏のモノマネさえあればもういけるプレミア故障できる。その2つの献立でもみんな食べる日本刀で大丈夫ですかね。私も本当表情がいけますよ。なくなることにならないです。どうもジャイコですっていうつかみもあるし、これ着ていくしかないです。クリスチーネ・ゴーダです。ちょっとごめん、お宅の社長と一回ゆっくり話すことそれから考えてそれからはい検討していただければ。じゃあ曲の方いきますか。そうしましょうか。はい、ではあ、そうですね。はい、やっぱりやってます。水曜日では私たち出演者へのメッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。さらに私柏木由紀にこの生放送中にチャレンジしてほしいことを募集します。頭を使ったチャレンジ、体を使ったチャレンジ、特技を披露するチャレンジ、何でも構いません。この後由紀の生チャレのコーナーで実際にチャレンジしてみたいと思います。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオ、やっぱりやってます水曜日。メールはやるすいアットマーク MBS1179.com まで。はい、わかりました。じゃあ一曲ね、はい、そんな感じで稲妻も落雷でいろんなねありましたけれども、まあ、そんなとこで歌うのもなんですが、B.M. レボリューションで雷鳴。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。このコーナー、僕から引いたリスナーからお便りでおしべりするコーナーでございます。はい、ちょっとその前になんか一つメール来てましてですね。何ですか、カジノ狂いの豊田君、何ですか。え、何すか。カジノの話ばっかりすいません、すいません、ちょっと負けた額がもうずっと頭から離れてしまって愛知県豊橋市本間店さんからいただきました。やるじの皆さんこんばんは。先週の放送で謎々が欲しいということなので一問送らせてもらいます。謎々が来ております。そんなことやりましたっけ。前回かけさんが多分流行ってるかなんかでね、出してくれて全然セールしてない。かけ謎々はひどかったね。セールしてないやつのよ、わりかし尺使わせて。厳しいんですよ、謎々に関して。いや成立してたら何も厳しくないよ。嘘、成立してると思ったんですけどね。ちょっと納得できなかったみたいですね。で、今回はこれどうだということで、それは成立してるでしょ。送ってきてくれたやつ、送っていただきました。問題です。ある仲良し3人組の男性が同時に浮気をしました。1人は格闘家、もう一人は小説家、もう一人は料理人でした。格闘家、小説家、料理人。しかしこの中で一人だけ浮気がバレなかった人がいます。それは誰でしょう？という謎々です。はい、格闘家か、小説家、料理人が同時に浮気をしたけれども、一人だけ、浮気がバレなかった。これ成立してないんじゃん、もしかして。いや、これでも成立してます。マジで。はい、今浮かんでるやつ最低やな、おたけ。ちょっと待ってください。なんやろ、なんやろ。まあだから、ああなるほどと、うまいなんていう、うまいってなるってなると思いますけど、これはなんやろ。でもしかしたら、でも小林さんのやつが合ってる可能性も。嘘やろ。いや、わかんないです、それは。一回見無知しといた方がいいんじゃないですか。いや、そうやね。これは、あまりにもしょうもないから。でも、謎々ってそういうもんじゃないですか。何やはいって言ってるやん。もう全然、見当違うもんなんちゃうの、もう、なんて。なあ。ただ、ただ、それじゃないです。さすがにそれじゃないです。それは何やったんすか。え、言って、もう全然。格闘家、ファイター。はい。な、小説からライター。はい。で、料理人シェフで。シェフとか言うんちゃうやろ。シェフ、シェフ。うん。それはいいわ。大丈夫。そこはクリアしております。クリアしてる。はい。これはじゃあ楽しみやな。浮気がバレない。浮気が一人だけバレなかった。というとこがやっぱポイントですね。浮気バレない。影さんはすごい、やっぱ謎々。見たことないぐらい真剣な顔してる。謎々では負けてられないですよ。そうだよね。影さん、影さんから始まってるから。影さん発信やもんなって。これに関して。あれでも。あ、あれ
お、かけさん、行ってみます、うん、いや、立たなくていいです。横なんで大丈夫です。え、距離そんな高い。かけさんは横なんで。はい、大丈夫です。なんやろ、なんやろな、うん、なんか絶対健康値絶対じゃん、全く違いますね、言うてみ、言うてみ、かけさん言ってください、今の答え、正解は料理人で、うん、あとの二人は、うん、家でしてしまったから、家格闘家小説家二つだけ家がついてるから、うん、家で捨てしまった、うん、でもちょっと恥ずかしながら俺も今そこちゃうから家家人なんかあるかなって考えててんな、うん、わかんない、これ違うのか、ね、まあもう正解いく、あ、いや、じゃあヒント西川さん、何が面倒くさい、考える気ね、ヒントくれ、ヒント、やっぱ大変だった、今日一日大変だったんだから、頭使えない、頭使いたくないもん、だってもうやっぱ浮気がバレないってことは、うん、隠す、秘密、あ、もう今、うん、そうですよね、そういうことなんです、そうやろ、はい、うん、そこですよね、はい、うわどれや、ちょっと、あ、どれや、どれや、どれや、ちょっとはい、どれや、どの職業か別として、ほう、あ、はい、その法則的なことは、わかんない、あー、いや違うんですけど、うんうん、その考え方としてそのそこのラインです、うん、あ、どういうこと、どういうこと、その全然違うんですけど、うん、そのそこのなんていうんですか、うん、ワードやろ、だからに引っかかってるっていうのは近いです、答えに近いってこと、はい、やっぱ何がこう結局うまいからバレないかってことですもんね、うん、うん、なるほど、はい、うん、浮気がバレないのは何がうまいからバレないか、うん、ですよね、え、ってなると、うん、浮気がバレない人っていうのは、うんうん、まあ相手に、バレないっていうことは、うん、自分で、うん、こう、もうでも俺ここに引っ張られるな、うん、マジでこれはでも多分、うん、おー、なるほどと、もうええやないか、ちょっと考えてもらっていいですか、なんかちょっとだけでも、頭使ってきたもんだって今日もうちょっとだけでも、ええわ、もうせやな我はもうあれで、それぞれが何をする仕事かね、はい、はい、なんででしょう、正解です、井上さん、え、全然わかんないんだけども、うん、これでもまあちゃんと、うん、成立はしてます、はい、してますよね、してます、してます、はい、何をする人、うん、それぞれこの職業はこれをする仕事っていうのありますよね、うんうん、格闘家って幅広くないですか、ね、そういう問題じゃない、まあ、ね、あ、まあでも格闘家じゃん、うん、もう大きくまとめて何する仕事、うん、小説家は何する仕事、料理人は何する仕事、作る、それだから全部戦う仕事とかってことですよね、戦う、で、それ全部言ってみてくださいっていう、作る、戦う、書く、書く、作る、うん、そうそうそう、作る仕事だし、料理を作る仕事だし、うん、その前は作る、戦う、書く、うん、はい、書く、え？何？何？目見開いたな今。怖い顔してたな。もともとパッチリしたもんがさらに開いたから。全部開いた今。全部開いてた。ちょまあストレートの。多分それ正解あってると思う。いやもう絶対そうです。はい、ほらほら、じゃあ成立してる。ああ成立してる。はい。なんだ？なほらなんて？さっき書く作る。うん。戦う、書く、作る、うん、どこで柏木さんがはーってなった、確かに、書く、お、お、書く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 、書きます、書きます、書く、書くこと、書く、何よ、だから書く文章を、統治法にしなくてみたいな文章を書く人、人、人じゃなくて、文章、ああそういうことか、はい、ああ、うん、なるほどね、これはでもまあ一応、ね、うん、うん、成立しますね、成立してるね、うん、はい、え、もうここまで小説家じゃなくても、まあ、漫画家とかでも、漫画家でもええし、書く紙、うん、紙に書く、絵描きでもいいし、はい、うん、
絵描きでもいけるな、はい、えなんだろう描く取調室で背中向けてる人でもいけるよあ確かにその人もそうですね、うん、はい、うまいと思います、うん、浮気がバレない書く書く、はい、浮気がバレない書く格闘家は戦う仕事ですよね、うん、はい、戦う料理人は料理を作る仕事ですよね小説家はパックパック書く書くじゃないんですよ書く何よだから書く何を さっき言ったた、うん、格闘家は戦う仕事ですよね。リスナーも分かってないで、うん、料理人 は, 理人は作る仕事ですよね、はい、小説家は書く、うん、書く人違うんです。聞いてる。だから女優さん、加計さんみたいな女優さんは演技する仕事ですよね。分かった。正解は小説家。なんで、はい、書く仕事。そうです。書く仕事がうまい、ね、書く仕事がうまいということで、なるほど、ね、小説家が浮気バレなかったという。くそー時間かかった。謎でございました。でも本当はどれやろな。いや本当、いやそこは大丈夫です。本当の本当は料理人。格闘家は無理やろな。いやそこの料理人じゃない。いや格闘家はでも九州大会とかあったりするからな。いや地方あるから。料理人もだってこの味を調べに行くとかで地方行く。本当に隠すの前料理人やろな。うん、だって分泌業だって基本的にほらうちとかでそうそう時短在宅仕事やから。いやいやそうなんですけど、謎謎なんで。それはよっぽど濃厚だったらホテル缶詰とかでね。そこには編集の人おるからな。納期もあるしな。これだけ参加するのやめてもらっていいですか。本当の謎謎全然考えない、ね、リアルなやつだけ参加しないでください。いやいやいや。それだから、ね、料理人とか結構メディア出るしな最近な。いやいや、モテるとかもあるかもしれない、ね。まあ、第一にお客さんとの接触がね、多い仕事やから。いや、いいんですよ。だから、謎謎なんで、もう答え出た段階で終わりなんです、これは。でも、ほんまどれやと思うっていう話やんか。そう。いや、でも、もてなす仕事やんか、基本的にサービス業やからさ、料理人とかって。だからやっぱ、多分そういう料理人の人はうまいんちゃうの？そういう感じするけどな。まあ、それぞれモテる職業ではありますけどね、これ。なんか本当の正解は？だから、小説家です。だから書く仕事。本当の正解よ。え？本当の正解。料理人です。なんとなく料理人がうまそう。そうだろうね。料理人です。あれだろうね。難しいね。本当は料理人でした。料理人だったか。本当はすいません。どうする、行く、他のそのなんだっけ一枚だけ行く。はい、行きましょうか。はい、今日なんかさ、あの和服のなんかあの香りの袋みたいな匂い今日せえへん。香り袋ですか、うん、それ。なんかこう、なんやろな。でもなんか入ってきた時に、いつもと違う匂いがするって思ったんだろう。でも誰もいなかったです、その時。最初だもんね。怖いから、ね。じゃあ部屋の匂いな。部屋の匂い。人の匂いじゃないってことね。あ、そういうことね。なんか嫌やな。おばあちゃん来てたから。はい。加古川市ラジオネーム加古川のカズゴンさんからいただきました。やるしんの皆さんこんばんは。こんばんは。先日嬉しいことがありました。それは自分の描いたイラストの LINE スタンプが承認されたことです。あくまで自分が使うために作りましたが、世の中に自分のイラストが出たと思うととても嬉しいです。やるしんのメンバーの皆さんは LINE スタンプになっていたり出していたりしていますよね。皆さんの LINE スタンプ事情をぜひ教えてください。あー、なるほどね。事情ってどういうこと？何をよく使うとかですか？何自分がどういうのになって出してる人もいるんですか？まあ吉本で出してるものありますけど。俺個人でやりましょう。加計さん出してるんですか？あります。なんか、うん、テラサウスの卒業してから番組でなんかテラサウスとコラボスタンプみたいので、うん、私がその名言とかを名言でテラサウス内で誰かが言ってた名言とかをイラストにして、うん、ちなみにどういう名言か、私とサーフィンどっちが大事なのとか。いつ使うの？それ激ムズだよ、使うタイミング。自分がサーフィンやってたとして彼女ってそれ言われたらだるー。ワッツアップとか。ワッツアップ。ワッツアップ。誰が言ったんやそれ。それはサーファーの男の子とかがなんか挨拶でワッツアップで挨拶出るんだ。俺も出てるよ。井上さんもおるの？うん、喋るノンスタイル井上。ボイススタンプ。そう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 、普通、俺も普通のおはようとか、なんかそういう日常で使う
愛してるよとか。へえ、うん。それも全部井上さんのやつ。全部俺。うん。一時なんかランキングみたいなデイリーランキングみたいな1位まで行ったけど、あら、でも全然お金もらえなかった。え？やっぱそなかなかそこら辺は。柏木さんはだって AKB 吉本の隠し事か。AKB で小説家。AKB は選挙の入ったメンバーでスタンプ2年ぐらい。へえ。でもメンバーは順位上の人から好きなやつ選んでいける。うん、なんかその1位の人からおはよう。あ、頻度ね。あ、そうです。よろしく、了解とか。そう、文字を選べるね。自分では、あ、おはようございますとか、できるの？おはようございます。やりたかったらできますけど、私はやりたくないからやってない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。だって、ゴンさんには吉本やからさ、なんかラインナップでなんか。多分、吉本の中で。なんかやってんじゃないですか。入ってるのなんかいいですかみたいに言われて、ええよって言った記憶ありますけど。個人ではないですけど。あ、そう。西川さんとかあるんですか？僕は、自分のやつと、それから、その、それこそ、自分のとこの、あの、イベントとかのキャラクターになってるやつが3段ぐらいまであって、プラス、ほら、タボ君ね、タボ君。うん、タボ君ね、タボ君のやつが3段ぐらいあって、自分のやつがあって、で、プラス、あの、それこそ今日やってましたけど、アニメが、アニメとか、はい、その、B プロって、B プロジェクトって、はい、そのスタンプがまた2種類ぐらいあったりとかするんで、結構そう、自分が関わってるやつは結構ありますね。だからもう自分のやつらだけでもう、あの、返信とかなんかは全部まとめてはもう全部自分のやつだけで補ってます。そう、使うんですか、自分のやつ。まあ、そうそう、でもな、ちょうど今ちょうど、7月からその9月いっぱいまでオンエアしてたアニメだったりとか、はあ、してたりとかするので、うん、そういうこともあったりしてたから、うん、結構頻繁に使ってましたね。はいはい、結構みんなみんなありますね、うん、ね、結構みんな便利便利。確かに、もう今あまたと出てるからさ、うん、確かにめちゃくちゃありますよ ね、 ね、本当に、うん、私ガラケーなんで、あれ、あー、そうか、また逃げた、またそういう風にして、わかんないですね、はい、そうやってなんか自分はそういう不器用な人間ですみたいなところアピってくるやろ、またそういう逃げなんですかこれ、なんかそういうアピールやんか、なんか俺不器用です、あんだけ自分で言うとあかんつってるのに自分で言うんですか、そういう、何をやん、不器用アピールしてるんですか、そういうことか、あんだけ俺にかっこいいお叱りやったのに、ちょっと俺流されてないところ、うん、俺かっこいい剣道小林です。一切そういうことじゃないですよ。それ残念です。俺は小林さんのあの熱い熱弁で、うん、やっぱちょっと気持ち入れ替えようと思ってたのに、うん、小林さんがそんなんするんやとはね、うん、いや俺別にその流されてないとか、うん、そういうことは一切ないですよ、うん、なんかでも長い付き合いの西川さんが言ってるから、うんうん、こんなタイプの俺やけど、なんか平気で人前でエッチなこと言います。剣道小林です。うん、みんないな。そういう宝をできてる。何なんですかそれは。それなんか繋がってるようで繋がってない。ねえな。うん、いやまあまあでもね。そうか。なんか難しい。考えたことないんすか、スマホにしようって。いや壊れたらしようと思ってたけど、一回もううんともすんとも言わようになって、うん、はい、ラストの記念に影布団重ねて思いっきりそこに投げつけたら治ったのよ。何直し方じゃない、もう最後決めんやからぶっ壊そう思って破壊する勢いそうそうそう、思いっきし上から叩きつけたらなお、ガラケーってだってもう今新しいの出てないでしょ、多分出てないんじゃない、なんか出さないでなりましたよね、うん、うん、でも壊れたらスマホに変えるってことですか、そう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 、うん、その時早く来へんかな、なんでいやいや四苦八苦してる怖さ見てみたいじゃないですか、まあ俺あのタブレットあるからね。ああ、タブレットですか、ね、でも通信をしてないからあれやけど、まあ一応そのなんちゅうの、クリックしたらとかわかる。LINE とかはわからんちゅうぐらいですか、じゃあわからん。でもさ、昨日ちょうど健康診断やったら、毎年 この時期やって健康診断に行くわけ。うん、まあ同じような大きい病院みたいなので、こう、うん、まあ本当に会社ごとで契約してるような、法人とかで契約されてる方も多いとこやから、もう時期とかになってくると思う。もう一年中さ、うん、行くと、もう必ず健康診断の人で溜まってるわけ。もうそれ、まあ当然だけど、まあ聴力の検査とか、まあそのなんか、まあ、超音波とか、やって、次のまでまで待たされるやんか。ちょっと間ちょっと間みたいな。うん、間ってもう、いる人全員もう、漏れなく相撲触ってるもんな。すごいなと思って。確かに。ゲームもできますし。宗教みたいな。ほんとすごかったもんだって。何でもできますもん。確かに。まあね。何でもできる。
ゲームもできるし、漫画も読めるし、ネットも見れるし、音楽も聴けるし。確かに。邪魔やけどな、ほんまにな。邪魔ですか？いや、もう、俺は、だって、10年ぐらい言うてなかったら、どけっていうの最近よう言うからな。ああ、まあ、ながらスマホが増えて、ちょっと迷惑やっていう人はいるでしょうね。マジでエスカレーター、登り切ったところで立ち止まるやつおるからな。ああ、います。確かに、それはダメ、それはダメやってます、僕も。平気で一般の人にどけって言うからね。まあ、平気で一般の人にどけっていうのもどうかと思いますけど。でもまあ、小林さんが間違ってるわけではないんで。まあ、ね、でも、なんか、しんみりしましたね。いやいや、でもなんか、便利は便利やなと思ったりしますけどね。今までこう、例えば、こう、スタッフとかね、会社とかで、こう、うち社員とかでみんなでこう、社員でこう、グループとか組んどくと、なんかこう、これどうなったのって投げると、誰かが帰ってくるとか。で、みんな、だからそれを、あの人は言った、あの人言ってないとか、出し聞いてる聞いてないとかがなく、一斉にもうとりあえずついてるから、もう8でも9でもついてたら、うちのさ、この、これに関わるスタッフ全員見たなって、確認できるから。確かに。でもスマホはもう一番便利なやっぱマップでしょ。もうメールだなんだ別に俺ガラケーでもいいと思うんですよ。もうマップがもうやっぱり、格段にあるとないでは。もう迷子ならんすもん。まあ確かに。あ、だから、ちょっと前、何やった、何回でやと思うんだけど、その、携帯がなかったりとかしてた時代の待ち合わせとかを、もう当然の今の子たちとかは、もう、スタートから、携帯もあるし、なんならこうスマホだったりとかしちゃう人もいたりとかするので、もう信じられへんし、だからこう、先ついて、相手先の一回、うちの薄電とかに、今ここにいますみたいに入れたりとかするとか、いやでもそうじゃないですか。僕だって東京出てきたのが8年ぐらい前ですけど、うん、その時まだスマホがなかったから、うん、東京どこ行くにしても迷子ならないのに、あの地図入れてましたもん。東京の地図だ。8年前ってなかったっけ、あんまり。普及しなかった。はい。まあまあ、地図持ってたら、とりあえず電車の路線図と、とかあったから。電車もわからんかったし、ずーっと持ってましたよ。へー。うん、確かに。そうね、考えたらね、恐ろしいな。なんとかなるけどね。まあ、なんとかはなりますよ。でも、迷わんでいいっていうこの便利さ。あとだから小林さんなんかご飯好きでしょ？うん。もうスマホがあったらすぐ。お前スマホ見てるから店見逃してんねん。また長崎の話。で俺もチラッとは見たんや。でもこうやって、どんどん自分の頭や記憶みたいなものを電脳化させていってんねんで、知らんうちに。いや最終的に俺がこんなに怒られるかな最終的に自分の記憶やいろんなものをこうやってこうサーバーを経由したりとかしてる風に預けてんやで怒っちゃった。めっちゃスタンプ出してる人ですよね。ザ、誰このコーナーのおしゃべりしておかれ募集レコーディングしてお願いします。すいません、いやいや俺が仕切ってるから怒られることない。はい、お願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオやっぱりやってます水曜日。メールはやるすいアットマーク MBS1179.com お便りやってますの係まで。知らなかったですね。たくさんのお便りお待ちしています。はい、ではここで AKB から一曲です。はい、聞いてください。 AKB48 で永遠プレッシャー。私西川貴教が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。見た目は大人、頭脳も大人、セクシー探偵毛利小五郎。さあ、このコーナーは AKB48 のゆきりんこと柏木由紀と JJ モデル慶美桜子がこれから必ず訪れるであろうセクシーな場面にうまく対処するため、セクシーなアリバイを受けをしてもらい、セクシー探偵毛利小五郎の真実の追求に耐え抜いてもらいます。ということで小五郎探偵、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは今回はどちらからセクシーアリバイを受けをしていただけますか。はい、
柏木さんからお願いします。いきます。京都市のラジオネーム、サブ島喜太郎さんからいただきました。鉛筆を買う時のアリバイ。私は握り心地がいいのが好みなんです。これって H になればなるほど硬くなるんですよね。まあ、先っぽにゴムがついてなくても大丈夫ですよ。たまに噛んじゃう癖があるけど許してね。あら、いいですね。強引なプレーやから。いやいやいや、もうでも鉛筆ですからね、だって。全然。うん、全然、うん。柏木さんとおっしゃいましたかな。はい。はじめまして。探偵の毛利小原だと思います。はじめまして。そうですね。ゴムつけなくても大丈夫なんですか。鉛筆でいうゴムって何の、ちょっとピンの上のところの消しゴムですよね。あ、消しゴムか。はい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 。別でいいですよね。なくても別に。あ、柏木さんゴムなし、別に OK。消しゴムなし。消しゴムなし、え？消しゴムなしでもいい。まあ確かに、あんま使わない。どっちでも。だから、ゴムはどっちでもいい派なんですよね。どっちでも。ゴムは。はい。消しゴム。聞き直さないでください、何件も。消しゴムは別にやってない。やけに消しゴムって強調するなと、他のこと考えてます。私も消しゴムのこと言ってたんです。ゴムと消しゴムのことしかない。そうですね、あってもなくてもいいです。ねえねえ、お姉さん。久しぶりに早めに。お姉さんは、書く？書く？書くの？書くの？書きます。書きます。書いてく？書いちゃう。書いちゃう？書いちゃうの？書。お姉さん書いちゃうの？書かれちゃうの？書く。書かれちゃうの？書かれちゃう。わかんない。お前この時じゃいかん、向こう行ってくれ。ホランくんがわかんないんだよな。柏木さん失礼しました。はい、柏木さん、あの口にゴム加えてつけたことあります？いや、もうこうなっちゃう。コナン君帰った後が一番危ないから質問。ねえ、どっち？いや、ねえ、どっちじゃない？ある？もう鉛筆でない話ですからね。今日は私がつけてあげるよ。いや、鉛筆に何にもかかってない話なんで。私がほら、もともとついてます。鉛筆にね。OK です。全然大丈夫です。柏木さん、セーフ、資料でございました。じゃあ、掛け算いきますか。はい。はい。ラジオネーム、あ、群馬県、ラジオネーム、ぶち猫さんからです。群馬県。石油ストーブにポンプで給油するときのアリバイです。はい、私、これするの初めてなの。なんだか怖いわ。優しく教えてね。この上の太いところを持ってシュッシュすればいいのね。シュッシュ。何も起こらないわ。もっと早く強くですって。シュッシュッシュッシュ。あ、いっぱい出てきた。少し手についちゃった。すごい匂いだわ。でもこれで二人で温まれるね。ここからの時期ね、そういうこともあるでしょうね。まあ冬向けたらなかなか都内ではあんま見ないか。あります、あります。全然武井さんとおっしゃいましたかな。はい、はじめまして、探偵の毛利小原と申しますけども、なんかそうあれなんですか、やっぱりこう手にかかったこととかあるんですか。ありますね。ある。はい。やっぱ臭かったですか。臭いし取れないですよね。なかなかね。なかなか。あ、臭っって言われた。いや、まあそりゃ反射的に。そうですね。でも意外とね、なんか聞くところに好きな人のだったらいいみたいなね、話もね。好きな人の石油、石油どういうってことですか。好きな人、好きな人のもんだったら臭いもんでも別にまあいいかってなるのが女の子というのは聞いたことあるんですけど。まあまあ、でもそうですね、ただの油よりは好きな人のなったら、好きな人の油はまたなんか話変わってくるけど、許せると思います。ただの油より好きな人のやつだったらどういうこと言ってるの。油はちょっとよくわかんない。ねえねえ、お姉さん、やっほー。
いいよ、かましてるよ、いいよ。逆にかましていくのいいかもしれない。お姉さんのその帽子の中にサソリが入ってるね。めちゃくちゃシュール。英語が全然違う。全然違う種類の質問来た。サソリは入ってないよ。そっか。あ、取った。本当だ。入ってないですね。サソリが入ってないよ。なんで入ってると思ったの？なんでサソリが。こら西川君、子供がこのとこ来ちゃいかん。置いてなさい。この後よ、この後が一番危ないから、気をつけて。加計さんとおっしゃいましたかな、失礼しました、はい。サソリは本当に入ってる。サソリええわ。サソリええわ。引っ張られちゃってる。引っ張られちゃってる。今サソリ入ってないとか。入ってないんですよ。入ってるわけがないんですよ。なんで再度サソリを疑うの。入ってないの見たでしょ。確信サソリがなんか関係あると思っちゃったんですよね。むちゃくちゃなツッコミするけどエロいこと言えよ。いや大丈夫です。かくれんさせ、サソリ入ってなかったら大丈夫です。結果的に今回コナン君がかく乱してくれたみたいな形になりましたので、じゃあもう二人とも、じゃあもう今回もしろということでございました。さあ、このコーナーでは柏木由紀容疑者と加計美和子容疑者に読んでほしいセクシーなアリバイを募集しております。それでは先を加計さんお願いします。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日メールは夜水アットマーク MBS1179.com セクシー探偵毛利小五郎の係までたくさんのお便りお待ちしています。セクシーはいつも一つ以上、セクシー探偵毛利小五郎でした。パンサー向井聡が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。あ、私？嘘。嘘でしょ。嘘嘘嘘。生チャレよ。生チャレですよ。あ、そうですか。はい。ゆきの生チャレ。マジで？それは怒られるんじゃないですか。怒ってくれない。キャプテン。キャプテン。キャプテン。もうやると思って。可愛かったからね。いやいや、今のは散々怒られてますよ。今のはあまり可愛くなかったですよ。本当にごめんなさい。ちゃんとします。肩すぼめてごめんなさい。いやいや、俺その時すげえ怒られ俺始まってちょっと雑談みたいな、怒鳴りを忘れるじゃなくて、雑談が長引いたっていうだけで、あんなに怒られたのに。あの流れで言ったら俺がね、柏木さんに三角締め決めなあかんから、飛びつき三角締めやる時に誰よりも事務所にビビってんちゃうか、小林さんは。いや、事務所にビビってない、人の怪我さすことに。あえて女性やしな。すいません、すいません。このコーナーは私柏木由紀がこれからアイドルとして大きく羽ばたくために、このアッパレ水曜日の生放送中にやってほしいことを募集し、実際に生でチャレンジしてしまおうというコーナーです。はい、それでは早速今回のチャレンジを紹介しましょう。はい、こちらはですね、ラジオネーム HB マーク3 さんからいただきました。はい、今日はクリスチーネ郷田先生がいらっしゃるようなので、男性陣の似顔絵で先生と対決してほしいです。リアルでもデフォルメでも何でもいいかと思います。あとでホームページで見られるようにしていただけるとありがたいです。ということで、どうしたの、かけず急に怪人みたいな。あ、気乗ってきてる。郷田先生はかけずさんです。私のこと、そうそうそう、嬉しいね。郷田先生でしょ。ええ前、ええ前コスプレでしょ今日は。そんなベレー帽だっておかしいやんか。嘘。いや、てかまあ多分あの、ね、ベレー帽だけだとそれはそれでいいんですけど、多分下の服とのバランスと全部合わせて本当にジャイコっぽいの。ジャイコっぽい、確かに。いいですね。いっか。誰かの。いいよいいよ。男性陣の似顔絵。誰かよ。ということで。ああ、全員描かないといかんねんもんね。誰か一人でいいんじゃないですか。俺は描きやすいからな。描きにくい。描きにくいのは向井かな。ああ、確かに。ちゃんとやろう。やってみよう。でもあんまり得意でも何でもない絵に。見ない方がいいかなと思ったんですけど。なかなかちょっと立たなかったんですよ。似顔絵でしょ。え、どういうこと、見ちゃダメなの。本人の似顔絵見ても大丈夫。向井さんに見えない方がいいかなと思ったんで。あ、そういうことで。あ、確かに本当描きにくい。難しい。可愛らしい顔はしてるよね。あんまこれと言って鼻か、まあ特徴鼻か。まあそうですね、ちょっと丸い、ちょっと大きめの鼻。ちんちんでかいね、やっぱり。いや、それはそうでもない。意外とそう見られるんですよ。なんか意外と全然本当に普通の。
普通か、はい、一応井上さんも書いてくれてるんですか。うん、なんかみんな書いてる。お兄さん書いてるね。うん、あ、石川さんも。小林さんだって英語うまいでしょ。いや、もう似顔絵なんか書いたもんだよ。あ、そうですか、うん、ね、うわー、と難しいな。難しいな、やっぱり、うん、でもなんか絵うまい人って中心から描くんやな、なんか顔の。十字描きますよね、上手な人、うんうん、嬉しいですね、皆さんにこう見て描いてもらえるっていうのは、うん、いやだから意外とこの描いてる絵を見て自分のことどう思ってんだろうってなんか分かったりしますからね、なんか、うん、男前の方が何か どういう感じで描かれるかっていうのが、うん、顔むず、うん、もう目描きたくない。顔むずい、むずいですね。どっから描けばいいんだろう。わかる、顔むずいな、やっぱり。あんま顔むずいって言わない、ね。え、待って、ちょっと似てるかもしれない。なんもう一回顔むずいな。顔むずいやめてください。いいって笑ってもらっていいですか。あんまいいって笑わなきゃダメですか。できた。早っ。こんなもんで、ね。結構似てる。似てる。あ、うまい。鉄腕アンド系のお茶の水博士みたいなね。うん、はい、あーあー、あ、うまい、皆さん。うまい、話しかけた。アニメ風の、うん、あーあー、でもうまい、うまい。ああ、確かに。うん、確かに。もう目なんかもう何も。川上さんどうですか。これ。ああ。誰やねん。誰よそれ。なんか薄いわ。なんかどの絵見てもなんかこう。笑ってますね。特徴が難しかった。難しい。あ、ケイさんは。井上さんが一番嬉しい、やばい、一番時間かけて丁寧に描いて普通にちょっと下手ってない、一番嬉しくない、下手なんですよ。絵描くの好きやけど下手なんですよ。誰が一番描きやすいかもしれない、やっぱケンコバさんですか、小林さんが。ヒゲあるからね、記号みたいに描けるからな、ね、うん、かもね、うん、多分僕描くのも井上さん描くのもそんな変わんなくないですか、この絵にすると書いてみます、書いてみます、その感じだったら、やっぱ小林さん絵うまいっすね。確かに西川さんと小林さんやっぱ絵心があるっていうのが、うん、そのイラストから分かりますわ、うん、だから柏木さんも筧さんも俺が言えたことないけど、はい、絵心はないもんね。絵心はあんまり感じられない、あの、ああいうだって俺も棒にして絵やったらで描くもん、あ、目はな、ほんと目をちゃんと描かなあかんやん、目とか、描けない、デッサンみたいに山にしてるだけです。そう、髪型がややこしいですね。そう、だから私もう眉毛と目で止まっちゃってるの、ね、すごい、やっぱ描かれてる時に文句言われるんですよ、その顔むずとか、ちょっと描けない、これ以上髪型がややこしい、ややこしいとか、うん、どっちかそういうのにね、いろいろ仕事してきたからさ、すぐそれ言う、ややこしい考え、今さら言われても、いや、もうな、見慣れたでしょ、だってややこしいっつっても、ん、見慣れたはあるじゃないですか、うん、今日初めてお便りやったら言われてもいいと思うんですよ、はい、うん、もうアシンメトリーだから何年もやってるし、まあ、そうですね、もう良くないですか、ずっとそれで仕事ずっと仕事していきましょう。すぐ言う、なんで今のところ筧さんのやつは、うん、俺と井上さんほぼ一緒です。え、一緒やな、書けない、にるにる、すごい難しい。ほぼ一緒です。ああ、でもやっぱりこう分からんでもないですよね。そうやね、俺な、やっぱ井上見たら昔からいないんだけど、蛇顔、蛇顔やな、見たい、どうやったら、いやいや、可愛い、こんなキャラ出ててもおかしくないですもん。うまいっすもん、可愛い、キャラクター、ねえねえ、ユキリンのがちょっとやばい、ね、キャラクターっぽく描こうと思ったら、うわあ、でも意外と意外だって本当に真剣に描いたの、意外と、だからさっきの向井言った絵を見てどう思ってるかが分かる、はい、相当俺のこと嫌い、テイストめっちゃ変わっちゃった、うん、もう輪郭も描いてね、描けました、難しい、ヘルメのモヘジやないか、そんなもん何の感情も、もう口とか、もうなんか、無の感情、迷いのない線か、ね、確かに全然線に迷いがない、迷いがない、そうですか、いかにこの二人が俺に
愛情も何もかけらも、ね、感情も感じないよ。いや、そんこんな絵でしたもんだって。小林さんのが一番。いや、二人たまにお前西川さん。西川さん。掛け声、掛け声、掛け声でしょそれ。剣道の話。俺を描いてた。そうそうそう。あ、絵心あるわ。あ、すごい。すごい。確かに。うまいな。これも柏木さんと加計さんだったらこれどっちが難しい対決なんだ。でも加計さんの方がちょっとやっぱ上手いかな。うそ、うん、いや線が綺麗な線描くやん、うん、褒められた。さーとか描くやん。おー嬉しい。そっか、なんかあのあれなんかあの小学校の後ろに貼られてるお父さんみたいな。そうそう、絶対もう爽やかな笑顔で犯罪するタイプ。怖い怖いですよ、漫画とかで読んでる。なんかこう狂気を秘めてる絵ですわ。優しく描いたんだけど、ほんで筧さんの俺の絵も狂気を秘めてる。ビー玉みたいなのも一緒ですから、ね、向井と井上を並べる。じゃあの、はい、そろそろそろこれやばいな。柏木さん描いた俺と筧、うん、さん描いた井上さん、はい、実行犯と計画犯みたいな。そうですね、怖いかも。うん、これやばいってるけど、これ後ほどあれですね、じゃあ見れるように皆さんも、ね、そうですね、なるという西川さんが描いた小林さん、ちょっとやっぱギャングースのすごい主人公感やっぱ、うん、おっぱい問題でほらおっぱいちょっと問題で上手、うまいな、うらやましいわ、うまいの、優しかったな。このチャレンジが成功かどうか、じゃあ後ほど皆さん見ていただいて判断していただきましょう。はい、はい、ということで以上ゆきの生チャレでした。 AKB48 柏木由紀が AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。さてエンディングでございます。じゃあ皆さんお知らせの方お願いします。はい、西川さんから。はい、ではもう今週末になるんですかね、10月の8日ですけれども、大阪城ホールで行われます MBS 音祭り開局65周年記念スペシャル、サポーテッドバイアップ、こちらのに出演させていただきます。他いろんな方もね、出演されますので、ぜひともよかったら、もうチケットないんですかね、どうなんでしょうか、はい、って感じでございますけども、ぜひよかったら、あとまあツアー中でございます、ね、まだまだ続きますので、よろしくお願いします。そう、チケットの方とかあのツアーの方はあの仙台で、12月24日に終わる予定だったんですけども、12月25日に熊本の方をもう一回急遽決めて、チャリティーとか募金したお金を熊本の方に届けるように、頑張っていきたいと思ってますし、あと武道館の方も、来年1月の3日4日に日本武道館の公演が追加になりました。あとは、11月25日に、アファシンガポールの方に、出演させていただきます。あとは、来年2月19日か、ちょっと日程バラバラですいません、台北国際会議センターでの台湾公演も、決定しております。ぜひともよろしくお願いします。どうぞ。はい、10月10日来週にじゃんけん大会があります。お、勝ってる、もうその日に決まります。その日に。違う違う違う、柏木さんは今までですか。違う違う違う、今回残ってるってこと。今回出ます、出ます。前回さ、小林さんに聞いたよ、じゃんけん勝つ方法。そうだ、そうですよ、確率で勝てる方法があるって言ってましたよね。結局聞いたんやったっけ。聞いたよな、教えてくれてない、教えてくれなかった選手、くれんかったんか。そうなんです、もうでももう合わないって。今日教えてもらわないと。そういうね、トゲのある言い方をするの。突き放すから。イラストももう描けないとか。どうしたの、ストレス溜まってるの。待て待てよ、もう合わないんで、やめるみたいな。大人の端々にトゲがあるよね、なんか。会えないから、うん、教えてほしかったなと思って。必勝法。はい、まあまあ来週、まあ来週分の収録まではよい時間に、ね。一応あります、そうですね。うん、確かに収録分で、だからそこでほんで最初に出してもさ、決めちゃったんじゃん。あ、確かに。あ、そうか、別に言っても大丈夫、言っても大丈夫やから、じゃんけん大会の後放送だから、ほんならみんなもそれをどうなったかも楽しめるし。あ、そうですね、うん、なるほど、します。じゃあ来週、おっぱいでも触らせてくれりゃ、はい、なんでじゃんけんの、でもおっぱい触らせたらじゃんけん勝てんねんで。怖いって目が、井上さんの目が、ッパーじゃない、イラスト通り、イラスト通り、怖い怖い、確かに、かけさんのイラスト通り、来週じゃあちょっと来週おっぱいを触らせてくれる可能性があるってことですか。交渉、交渉して一回商談中ね、商談、今一回持ち帰ります、はい、
そういうとこだよ。そういうとこだよ、柏木さんの良くないとこ。いや、教えてほしい。柏木さんがおっぱい触らせてくれる可能性が。そうじゃないですよ。ほら、そうなっちゃうじゃん。でもこれがでも小林さんが言ったポジション。腰に弱い子みたいなポジションですからね。教えてもらうことを今、商談、交渉中ですって感じです。はい、どうぞ。私は、SNS を。考えんなよ。じゃあ考えんなよ。主演のドラマで歌歌ってるとか。それを見てねって言ったもんじゃ。え、いいんですか？それはダメなの？他局か。告知していいんですか？いや、別に他局でも言うてもいいよ。もう今日は終わっちゃったんですけど、毎週、今日何曜日でしたっけ？水曜日。水曜日。水曜日。そう、水曜日の夜10時。48分とかぐらいに刻んでくるめっちゃ刻んでる MX で24時18分3テレビすいません見れるやったら今からじゃあ24時18分から今日水曜日はいこの後クレイジーが何分ドラマショートドラマです。結構短いです。なんでそんなに覚えてないの情報。全然教えてくれない、ちゃんと。出てるんでしょさらっと見てくれれば、短いので。あのさ、かけさん、告知の時にチラチラ俺見ないで。俺、何にも知らないから、俺から何か出てくると思わないで。そうそう。今日だけじゃない。あげられる。俺、聞いとくじゃん。俺、これから、プラチナの時に聞いとくじゃん。ちゃんとかけさんの情報。すいません。ちょっとまさか告知させていただけるとはよろしくお願いします。じゃあすみません僕もあるんですけど、吉本お笑い祭り in 荒川10月25日火曜日19時開演、場所は東京都荒川区のサンパール荒川、出演者はレーザーラモン、ハイキングウォーキング、熊田雅史、ウーマンラッシュアワー、シズローのピスタチオ、チケット全部発売中です。ぜひお越しください。皆さんお願いします。なんでその営業の告知です。わかんないです。ゴリゴリ吉本から頼まれたやつ。全然チケット売れてへんよ。結構なメンバーいるんですけどね。ウーマンさんも出ますし、しずるさん、キングオブコントのしずるさんも出ますし、いろいろ出ますんで、ぜひ、さん来てくださいと。吉本、何祭り、吉本お笑い祭り。お笑い祭り、イン荒川、営業やないか。すいません。すいません。しかも東京の荒川区のやつを。いよいよやばいやつ。相当売れてないんですよ。やばいやつ。売れてないんですよね。平日やもん。10月25日火曜日と。なんでやろう思ったね。もう誰やねん。せめて土日にやってくれよな。すごい、こんなとこに入れてくるということなんで、皆さんぜひ来てください。さあ、そして、最後、時間が許す限り、このコーナー行かせていただきます。筧美和明宏様のコーナー。さあ、こちらのコーナーは、筧美和子が一番得意な美和明宏さんのモノマネでありがたいお言葉を紹介していきます。ということで、じゃあ、美和明宏様お願いします。はい。愛知県名古屋市、どやみなリスペクトさんからです。あなた、カステラの底に敷いてある紙も食べるのね。なんか変な言葉入りました。失礼いたしました。手つる今途中手つる。ちょっと噛んでしまいました。そこに敷いてある紙も食べるのね。ありがたいお言葉。もう一個ですか。はい。横浜市、今頭痛が痛いさんからです。私、テレビは試してガッテンとゴッドタンしか見ないの。変なチョイス。その一貫性がない。以上ですか。もう一つあります。ラジオネームスイートペインさんからです。あなた、バラエティに出た時の唐沢俊明さんみたいに小ボケが多いからモテないの。ディスってるやんか、ちょっと。そんなことで出てた。明宏様、すごいですね。確かに唐沢さん、むちゃくちゃ小ボケいる。完全に、もう、俺の中で、これ、美和さんなのか、デビスカルの中の、ちょっと、境目。デビスさんならちょっと似てるぐらい。そうだね、ぼんやり。デビスさんの方が強くなってきましたね。デビスさんにはちょっと似てるけど、美和さんにはちっとも似てない。デビス様に変えます。もうちょっと片言感さえ入れれば。デビス様。でも言うてることはちょっと、じゃあ多少やっぱりこう、そういう、ちょっと毒気も含めて。その美和さん的なところもあるのかな。ありがたい。そんなめちゃくちゃ真剣に聞くアドバイスしちゃうよ。いや、めっちゃ真剣な顔で聞いてる。研究し続けようと思います。美和明宏様を。特技やからな。
以上、三輪明宏様の本人が特技は言うてんねんから俺らがどうこう言うことないよね、仕方ないよ、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあそろそろ終わりか、はい、じゃあ荒川の荒川のふるさとお笑い祭り絶対見せてください、あの本当に生きのいいメンバー揃いましたので、ぜひ皆さん荒川の方に集合、来れない方は大阪城ホール、ぜひね、2月8日でもぜひよろしくお願いします。というわけでまた来週お会いしましょう。さよなら。